今回は記憶について大脳変異系の回路、パペッツ回路について解説したいと思います。まず、大脳変異系の回路についてですが、大脳変異系に含まれる主たる構造物としては、海馬体、海馬坊体、旧内野、体上体、乳頭体、変頭体などがあります。まあ、これらの構造物はパペッツ回路の中に組み込まれています。で、まあ、こちらが大脳変異系の解剖になるんですが、 まあ大脳変臀形はまあこちらの部分ですね。まあ、この辺が海馬なんですが、まあ、この辺りの構造物が大脳変臀形になります。まあ、こちらが大脳変臀形をまあ拡大した図になるんですが、まあ、この海馬がまあこちらですね。その隣が旧内野。まあ、そして海馬傍海。そのままこちらのこの部分が脳球と。そしてこちらが乳頭体。その隣が変頭体になります。 そしてこちらの上の部分ですね。まあ、こちらが体状界と。まあ、これらが大脳変異系の各構造物になります。次に大脳変異系の機能についてですが、まあ、大脳変異系の主な働きは、人の個としての存在や種としての存続に必要な行動に関与しています。まあ、具体的には、返答体は不安や懸念の抑制、会話体は学習や記憶の働きを担っています。 次に、大脳変異系と記憶についてですが、まあ、記憶という行為が正確に行われるためには、海馬の働きだけでなく、海馬と扁桃体を脳の他の領域と結びつけている、まあ、連絡路が必要であるというふうに言われています。で、まあ、こちらがパペッツ回路になるんですが、まあ、これは大脳変異系の中で、まあ、特に記憶に際して流れる神経路になります。 はい。まあ、こちらが前で、まあ、こちらが後ろです。はい。まあ、こちら、体上界を後方に、まあ、神経路が流れていると。で、まあ、このまま、海馬傍界から海馬に流れると。で、その後は、こちら、脳球をぐるりと回った後に、まあ、乳頭体に行くと。で、その後は、こちら、支障ですね。支障の全角の方に行って、まあ、そこから、再度、体上界に神経路が流れると。 このように一連のこのサイクルをパペッツ回路と言います。はい。ですので、記憶において、海馬を中心として大脳変縁形の中での神経路ですね。それをパペッツ回路と言うと。前回解説した肺側変縁形の流れが外側の神経路とすれば、今回の大脳変縁形の中の流れですね。そのパペッツ回路というのは内側の神経路と言えるかと思います。このように 外側の大脳皮質と変幻系を結ぶ神経路と、この変幻系の中での神経炉。というように、神経路は大きく2つに分類できるかと思います。今回は記憶について、大脳変幻系の回路について解説しました。はい。今回は以上になります。